今回は全化式、等比数列について学習していきましょう。an 足す1イコール r an このような全化式で表される数列は公比 r の等比数列です。これを用いて例題を解きます。例題次の条件によって定められる数列の一般項を求めよ。 A1=1、1> An+1=2An An、丸1どのような数列なのかを考えましょう。全化式の形から、数列 An が公比2の等比数列であることがわかります。丸2公式を用いて一般公を求めましょう。等比数列の 一般項を求める公式を用います。an イコール a 1る2の n-1 乗イコール1る2の n-1 乗イコール2の n-1 乗したがって一般項は an イコール2の n-1 乗です。それでは練習してみましょう。 一時停止ボタンを押して年収問題を解きましょう解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょうそれでは答え合わせをしてみましょう全化式の形より数列 AN が公費3の等比数列であることがわかりますそこで等比数列の一般項を求める公式を用います an イコール ah かける3の n 引く1乗イコール3かける3の n 引く1乗イコール3の n 乗。したがって一般項は an イコール3の n 乗。正解できましたか。最後に今回の学習のおさらいです AN。an プラス1イコール r an。 このような全化式で表される数列は、公比 R の等比数列です。これで今回の学習を終わります。